お疲れ様です。じゃあ本日は、はい、足場の解体チャレンジ久々に、はい、まあ、視聴者さんには、うん、危ねえからやめろとかも叩かれますけど、まあ、十分安全に配慮していただきながら、はい、まあ、マスク着用のもと、はい、俺らの普通、俺っちゃの普通だからそれがということで、まあ、今日解体チャレンジします。はい、はい、どうですか、何どれぐらいできますか。全集中使っていいですか。何全集中。全集中、足早の呼吸、落下ハンマー。落下ハンマー。ちょっと待って、大好き。はい、鬼滅のなんとか。え、鬼滅のミッチ。鬼滅のミッチ。僕鬼滅大好き。ちなみに俺それなんか会社でもみんな話題になってるで、俺ちょうど昨日見たんですよ。はい、第4話ぐらいまで。第4話めちゃくちゃ強いですよ。ねずこ、ねずこ。これねずこ、ねずこ、ねずこ。キックしたら頭ぶっ飛んでいくだろう。それねずこ。強いだろ。今寝ちゃった。めちゃくちゃ強い。ずっと寝たらね。そう。マジ強いなの。今ちょこちょこ起きてます。戦いだすの。あいつ戦うんです。そう。すごいなんかパワーとか使うんですよ。そう。あ、キャラがそういう風になってくるんだ。キャラがそういう風になってきます。まあ、僕の嫁ですけど。ね、妹だろ。妹だろ。あれ妹だろ。あれ妹です。妹です。妹です。妹だろ。はい。そう。まあ、誰がキャラ好きなんですか。僕、寺次郎っすね。寺次郎じゃない。寺次郎。誰だ、誰だ、誰だ。炭治郎ってやつ。あの最初にその、禰豆子がその、なんか、あの、こうやって、はぁーってなる時あるじゃん。で、あの、助けるやつおるじゃん。めちゃくちゃ強い。社長なんか、バイオハザードに出てくるゾンビにしか見えません。だけど、そうだろう。で、最初助けるじゃん。もうはい、あれがもう名シーンだろ、最初の名シーンですね。あれ名シーンだな、はい、俺びっくりしたもんね。もうついに第4話まで見ちゃったよ、俺自治名まで見ちゃったよ、あれな。いきなり鬼になったら俺絶対殺されるかなと思ったもんな、はい、だってあの映画のバイオハザードは絶対一番初めに殺されるやつ、ね、絶対殺されるじゃん。どんだけどんだけ仲間のやつでもゾンビになったら絶対に悪くなって殺される。まさかの逆パターンだったもんな。逆パターンですね。助けるんだよね。主人公の名前何やね。炭治郎っす。炭治郎、これ止めるから、はい、で、え、何なるな。はい、次やつ、え、次やつ、次やつ、あれ名前何。富岡さんっす。富岡何。その名前ギユっす。富岡ギユ。確か富岡ギユ。あ、じゃない、な、その軍団の一番強いやつ。柱っていう、なんかその、なんていうんですか。あ、ま、これでもネタバレになるんだよ、社長。社長ネタバレになるんだよ。もう全部聞いた方が早いで、全部聞きたい。聞いて終わらせたい、もうこのもうまた今日の夜から見ちゃうで、このなんか軍団をまとめるのはまだわからんみたいな、誰にも知られてないみたいな、まとめて政府からもうなんか認められてない軍団とかって、あなたあれ、あいつらの軍団鬼殺隊、鬼殺隊、あ、鬼殺隊な。で、鬼殺隊のトップは、ね、まあ出てないけど、なんかバーッ、なんか最初の方で鬼殺隊のトップはあれでしょ、だってなんだっけ、あーってやってるやつと、あの、あれか、天狗のやつか。天狗のやつ、あれ違うです。天狗のやつはまだちょっと下っ端っす。もっと、もっと鬼殺隊ですよね、天狗は。あれそうなの。あれ、鱗崎源ですよね。あれでもめちゃくちゃ強いな。天狗はじゃあ最初に修行するやつ。あれ、もともとそうですね。元鬼殺隊の柱ってやつ。柱、柱ってやつっていう名前なの。そうですね。柱の花じゃん、あれ。いや、違うです。あの、柱っていう位らしいです、なんか。あ、そういうことね。柱。あ、ランクみたいなのがあるんだ、ちゃんと。柱の中にはなんか、サブロク、ニーナ、インパチ、ゼロケですね。バカだな。続いては、鬼殺隊の大体、赤が濃厚接触した。こいつどこ、どこ。こいつ行ったら多分。足場大量に中で行く。いや、多分一コマっすね。一コマ、ね、柱で行ったら一コマ。ファブにしてくださいよ。お前、あんなから誰が好き。あの、あん中とか言ったらもう視聴者とか言われる。鬼殺の剣、鬼殺の剣、鬼殺、はい、鬼殺の剣、鬼滅の刃、鬼滅の刃のって言わんと、あん中でとか言ったらなんかそのファンでなんか戦われそう。電話社会現象でしょ。すごい全一、お前あれだろ、初期の全一だろ、めちゃくちゃ弱い時。どんなんでしたっけ、誰。いや、雷が黄色、うん、じゃあ髪の毛が黄色ないです。最初のあれじゃない、弱いって、あの皿が割れた時のやつ。皿っすか。皿が割れて主人公がなんか匂い嗅いだら、あ、これ猫だなとか言う。それ 1話のやつじゃないですよ。そうそう、1話のやつ。めちゃくちゃ、それ多分もう出てきてないですよ。その時にこうやってなんとかとか言って、仲良さそうに出てくるじゃないですか。さらわれたんだ、俺が疑われてんだって出てくるやつ。
それ以外多分出てない匂い変えたらこれ猫だな多分あれですよ、あいつもあれで終わり、あれエキストラスエキストラス待ち人の位置待ち人の位置どう、あいや、そいつじゃないのそいつです、あいつじゃ弱そうじゃん、あいつが強くなるからあれもう出てこないですよ、出てこんの、もう出てこん、あっ誰が好きなの、ちょっとクールなやつが好きそうだよな、こいつあいつか、いや僕、名前わかんないんですけど、あの、パナ、え、あの、毒柱だっけ、毒柱、あの、絶対詳しいよ、胡蝶さん、あ、胡蝶さん、胡蝶しのぶさん、しのぶさんみたいな、胡蝶強い人が、うん、全然社長の多分見た範囲だと思う、うん、全く出てきてないです、どういうキャラ、女の柱、ちょっとエロいキャラ、女なんだったら、お前、女いくかいや、でも、かっこいいな、そういうこと言うやつ、全部女が、マジでキモいんだよ絶対男行くっすよね、そういうアニメのキャラでかっこいいっつったら、こっちの人もかっこいいの、あ、かわいいっすね、かっこいいちょっとあの、最初の方に足場解体するっていう、ちょっと覚えてるまあサムネは多分鬼滅の刃になったと思うけど足場の解体するまで1時間でいける、水の呼吸だったらいけるねそこから始まってた気づいたら俺もちょうど本当昨日からデビューしたから、はい、そうそう、その話で盛り上がってきたデビュー1話のエキストラ待ち人1話で思ってたよ、たまたまアマゾン TV で本当に出てきたんです、はい、みんなが言っとるのは人だから、はい、鬼滅の刃面白い面白いっていうのは人だから、はい、ちょっと見てみようかなと思った、案外ハマったのにワンピース以来ハマったわワンピース、あとあれがハマったな、あった中華統一スラムダンクですか、あ、キングダム、キングダム、あれ面白いな、勉強になるし、中華統一ってやつ、中華統一じゃない、じゃあお前中華料理は統一だと思ったから、中華統一って言ってお前卵1日3000個で一番中華統一じゃないのいや知っただろ、キングダム知っとるだろ、あ、実写版の映画を見ました、あ、あっちは俺もあっちも見たよ、だけど漫画結構面白いな、漫画の方が面白いよ、漫画の方が面白い、めちゃくちゃ面白い、結構40巻ぐらいの動画、はい、結構面白いですよ、また見てください、なんで俺はこんな動画撮ってるのまた見てねアニメの障害ですね